マジで潮時かなって思います。実況者として。こう見えてね、4年ぐらいずっと実況を続けてきてんのよ。それがなんだ、そんなに長いもの間実況してきてたどり着いたのが、まあ、もう終わってるって。実況者としてこんなんじゃ誰も満足させることなんてできない。でも見てくれてるそこのあなた、ありがとう。はい、それじゃあ本編入っていきましょう。どうもベルトキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、オーノーシャイニーズアバンドということで、そんな輝くことを禁止されたということでしょうか。このコースツイッターで教えてもらったんだけど、すごく珍しいコースで、スコアを1万5000点以上取るとクリアできない騙しコースみたいなんだよね。いや、そんなの初めて聞くよね。クリア率は結構高いんだけど、ぜひ見ていきたいなと思いまして、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 8.33%。 そんでごめんね、今日ちょっとだけ喉がガラってるかもしんない。不快な方は我慢してください。最低な配信者だな。ちゃんと喉のケアをして実況しろ。そんで今日はゴール条件があるのか。トゲゾウ100体以上倒してゴール。100体以上倒すのにもスコア結構たまるよな。まあいいや、一旦スコア気にせず進んでってみようか。まず気になるのはこのスターのところ、何やるのか。開幕なんもねー。制作者よ、僕がこんな目の前にあるドアに素直に入るとでも思っているのかい。あのドアは罠だ。入って何もないパターンだよきっと。だからこのブロックが開く、そういうことじゃなさそうだ。上に隠しブロックが全部あるのかい。もしかして左に戻れなくなるとか、そういうパターンだったね。受けて倒してやろうじゃないか。花全集中、一度かた、はだだ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 だ。やるじゃない。クリア率が 8% だからって少しだけ甘く見ていたようだ。ならば気を引き締めさせてもらおう。こっちブーって言われましたけど、こっちはないっていうことなんですかね。やめろやめろ、祭り状態なんか。祭り状態なのは僕の頭の中でいいんだよ。そしてこのブロックの通り行けってこと、ちょっとなぞって言ってみる。全然なぞれてねえ。これは合ってる。うわ、どうなんだろう。うわ、絶対違うパターンだろこれ。どこまで連れて行きゃ気が済むんだ。でちかー。すいません、チェンソーマンの主人公のキャラの名前がとっさに出てきてしまいました。じゃあまず最初に USA 記録を取ってみようか。そして下に行ったらいけ、あ、これで右に行けるっていうことなのね。このパワーブロック叩いていいと思う。すごく怪しい。でも僕は叩くお得さ。何も出ないのか。もっと僕を騙してくれ。全然物足りないよまだ。じゃあここからすぐ上に行く。ママミヤ、このコースはマジで簡単だと思ってた。クリア率 8% だよ。ワンチャン一発でいけるかなって思ってたんだけど、なんかさっきと違うじゃねえか。なんでよ、しゃがまないでジャンプしていこうと思ったのにさ。ヒットオーダー、何かを当てろ。いや、パンを叩けってこと。あ、さっきのパンを叩けってことか。わかりました。わかりましたじゃねえんだよ。いちいちうるさいんだよ、ピオキング。お前は学生の皆さん真似していいよ。先生から何か教えてもらった時に間違えた。ゆっくりやっていこう。ゆっくりやっていけばトロールコースっていうのは罠を回避できるもんなのさ。と言いつつすぐにこの雲を解いていく。絶対こっち違う。この音楽はまずいやつだ。上は何かあるのかい。何もないね。じゃあこの放題何を出してくる。サッチマイ。そんでさ、ここまで来るのにスコアが1万5000点以上もうなってるんだよな。今1万7000でしょ。この状態じゃクリアできないと思うんだけど、本当にスコアによってクリアできないとかある？今まで見たことないよな。そして今なかなか神回避じゃなかった。絶対あそこの砲弾落ちると思ったんだよな。さあドアに入っていきましょう。バリュー、この次はボスで、コインとかもねスコア加算されるから気をつけた方がいいと思うんだけど、じゃあここはカキ棒を踏んで上に行く。ここ隠しブロックとかあるんじゃないのかい。何もない感じだね。え、これヒント？もしかしてあのとこは入れないみたいな。今のクレーンに乗って左上のバネの方に行けっていうことなんかな。いや、絶対なんもないやろ。あんなバネのとこ行って何があるんだっていう話だ。え、これもゴールできる。やばいやばい、これめちゃくちゃスコア加算してしまう。でもこれで、うわー、いけないのか。あ、なるほどね。まあ、別のルートがあるんじゃない。で、ドッカンはどこも入れませんね。このバネのところに戻ればなんか変わるみたいな上のヒント書いてたんだけど、何も変わんねえじゃねえか。じゃあ何だったヒントは。何も変わった要素がないんだよな。音も聞こえなかったし、ちょっともう一回見て。
ていい。ブランコに乗って左行く。やっぱここで合ってると思うんだよね。まあ一旦どっか入ってってみようか。確かこの先ドアあったでしょ。右に行ったらゴールできないからこのドアに入っていこう。多分こっちもなんかヒントとか書いてるんじゃない。おーめちゃめちゃトゲゾを倒してくれてる。え、これでゴール条件、あ、やっぱ集まったね。そしてこのドアに入ればふざけるな。いやちょっと待ってね、今スコア3万8000点でしょ。でさっきゴールできそうな気がしなかった。このドア入って右押し一発しようか。そしたらゴールできるような気がするんだけどえ、なんで今スコア3万点以上でゴールできたんだけど。これスコア1万5000点以上でゴールできないって聞いたんだよな。ちょっともう一回見直してもらったメールがあるからさ。すいません皆さん、僕の勘違いでした。ちょっと DM の内容を映すね。スコアが1万5000点以上になったらリスタートしなければならず、1万5000点未満の時は自らリスタートしてはならないという独自の縛りが本当にうまいことを生かされていてって書いてるんだよね。ってことはよ、1万5000点以上になったらクリアはできるけど、1万5000点未満を目指してクリアしろっていうコースだと思うんだよね。うわ、そういうことだったのか。ごめんね勘違いしちゃって。じゃあさ、1万5000点未満でどうやってクリアできるか見たくない？ちょっとそれやっていこうか。しかし1万5000点未満でクリアできる方法とかあるんかな。このドアに入ってこの USA 取るじゃん。そしたらもう1万7000点超えるんだよな。なんかパワーブロック、はいはいはい、分かったかもしれん。パワーブロックを叩かないように USA を照射で取ってみようか。このパワーブロック叩くじゃん。そしたらクッパを倒すから、それによってスコアが加算されてると思うんだよね。でこれで右に行けないよな。で下に降りてまたさっきみたいに砲台に押し出されるんじゃないの。いや絶対そうだよな。これでスコアが2400か。でこっからどうするかなんだけど、あ、上に行けってことか。もう分かったもんね。すぐ左に行って上に逃げる。これで先に進めるね。いや一気アップ取りたくなかったな。一気アップもスコアの加算なんじゃない。でここのパワーブロックも叩いたらクッパーを倒してしまうから叩かないでおこう。でこっから下に行かされると思うんだけど、今度は真ん中に行ける。え、わぁ、こっから変わってるみたいな。え、すごっ。で、こっから先に行けば、この USA キノコじゃねえや、このデカキノコを取って上に行けと、そういうことですね。さあ、ここをツタに捕まればいいのかい？捕まれて、誰か助けて。このコースね、とんでもなくすごいと思う。よく考えたような、1万5000点未満でクリアしてくださいみたいな。じゃあここはこのまま行っちゃおう行っちゃおう。そしてこの下行っていいのかい。え、これ取ったらさ、スコアめちゃめちゃ加算されるんじゃないの。危ねえ。1万5000点にはなってないよ。あと200点か。このコインはスコアの加算になる。なっちゃったくそ。まあでもこの先見ておこうか。土管か右。鍵持ってる？あ、鍵持ってるな。一応土管の方行ってみようか。入れませんですわ。ここね、なるべく一個もコイン取りたくないんだよな。100点でも惜しいわ。で一番右、やっぱ取らなきゃこのデカキノコ回収できないよな。ここまではいいとしてよ、右のデカキノコで大量にスコア加算されてしまうからさ、これを避ける方法ないよな。絶対ねえわ。まあこのまま進んでってみる。さっき鍵扉のところあったよね。そっちの方まで行ってみようか。で今1万5020点でしょ。でこの状態だったら、まあクリアはさせてくれると思うんだけど、クリアしちゃいけないっていうことだよね、自分縛りだったら。でヒントって書いてるわ。あ、別の行き方があるんだね。1USA キノコ取る。そして左下に行く。で3番はパワーブロックを叩け。なるほどね、そういうことか。でここは上に行ったらやられるっていう感じでしょ。何が出てくるんだい。魚かい、それとも砲台かい。なんか来いよ。これは分かんねえわ。本当にすごいと思うこのコース。ごめんね何回もすごいって言っちゃって。でもね、本当にすごいしか言葉が出てこないぐらい本当にすごいのよこのコース。これでスコア加算されてないっていう感じか。じゃあさ、さっきと同じなんじゃない。ここから、あ、ここ叩いてもまたスコア加算されない。上のクッパ様がいなくなってるっていうことなんだね。でこっから罠は変わってる。多分変わってはないと思うんだけど、あ、こっからさっきみたいに普通に行けそうだよ。どうだ、上を失敗。あー、なるほどね、これでゴールできるっていう感じか。みんな見てて、こっから多分もうゴールできると思うから。でここさ、さっきのヒントがあったじゃん、この左に行けっていう。一旦左に行ってみる。左行ったら何か変わる。やっぱ何も変わんねえな。多分もうこれでゴールできると思います。今1万点でしょ。でここの上に行って1万4200点。でこの、いや、やっぱね、ここは加算されないと思ってた。で、ここのドアに入ってゴールしたいと思います。どうもありがとう。いや、本当にすごかった、このコース。
最後はスコア増えるので、まあゴールした時のスコア加算はノーカウントでいいでしょう。いや本当にこんな貴重なトロールコースの提供ありがとうございました。めちゃめちゃ面白かったです。はい、それじゃあツルコースはこのコース、ルインスオブジェッカドということで、ジェッカドの廃墟ということでしょうか。ジェッカドっていうのを調べたんだけど出てこなくってよくわかりませんでした。それじゃあ早速やっていきますが、クリア率は 0.91%。 これね、久しぶりにテクニックコースなんだけど、僕個人的にね、テクニックコース見るのって 3D ワールドが一番好きなんだよな。結構やること多いじゃん 3D ワールドって。いやなんか最初から不吉な予感しかしないな。これ壁キックで行くのかな、一旦壁キック。いや違うんだって、ちゃんとしたんだよ、わざとじゃないからな、マジで。で最初僕これ気になったんだけど、この土管何なんだろうな。別ルート、いや1キャップがもらえるだけかなと思ったんだけど、別ルートっぽいな。先行き不安すぎ。多分練習用コースかもしんないね、ここは。だから普通に進んでってみようか。もうやめていい？やべえ、ここだけで何時間かかるんだろう僕は。まだここの行き方すら分かってないんだよな。普通にくるりんしてみる。あ、くるりんで上に乗れるのか。で、ここはヒップキャンからの投げて透明土管に入る。まあ 3D ワールドのね、動画だけは僕結構見てるから知識だけはあるんだよな。だからそんなに苦戦しないと思ったけど、マジムスゲーわ、ここ。マリオってさ、見るのとやるのじゃ全然違うわ。このコースね、実は見たことあって、結構簡単そうだなって思ってやってるんだけど。とんでもなく難しいね。まあ配信者ってさ、カットとかできるから意外と簡単そうに見せてるっていう部分はあるんだけど、新しい場面に来たんじゃないの。やっぱね、もうちょっとマリオ上手くなりたいから、今後この 3D ワールドのテクニックコース混ぜていこうかな。やっぱ 3D ワールドのテクニックコースがね、一番難しいっていうイメージなんだよね。あとユースキン、ユースキンもさ、ヒップキャンとかヒップドロップとかクルリンとかいっぱいあるじゃん。やることが多いマリオってやっぱその分難しくなるからさ、他置けばいいのか。自分置くんじゃねー。さーて、そろそろ集中してちゃちゃっとクリアしていきますか。そのせいで饒舌になってしまったら申し訳ない。無言になってもっと必死さを見せてくれと言われる僕ですけれども、無言になくても変わらないんだ。ここはどうすりゃいいんだ、わかりませんですわ。あそこに戻るまでで精一杯なのよ。誰か僕の手と交換してさ、僕の代わりにクリアしてほしいぐらいだよ本当に。っていうかこんなに喋ってたらね、アテレコでしょみたいな、後で声入れたんでしょってよく言われるんだけど、そんなことないからな。聞こえます、このカチャカチャ音が。カチャカチャ音聞かせたいぐらいだよ。いいところに行ってた。そしてここヒップキャンからの右に投げる、なかなかいい調子だよ。そしてここヒップキャンで左に投げればいいの。そしてここどうすればいいの、どうすればいいの。いや、なかなか惜しいところまで来たんだけどな。で、この砲台を、あ、この砲台で右のブロックを壊せっていう感じね。出せ出せ出せ。こういうテクニカルコースはさ、僕普段 3D スティック触らないんだけど、そっちの方でやってるからさ、カチャカチャ音が聞こえてしまったら申し訳ないね。っていうか逆にカチャカチャ音が好きっていう人いない、マリオメーカーの実況見てる人でさ。いやそれすげえわかる、なんか心地いいよね、プロコンのカチャカチャ音って。でここマジで集中していい、一旦これを取ってこの砲台を何個も入れていく、なかなかいいんじゃない。いや鍵は、いやね、これね、僕動画見たことあるって言ってたから、ここでゴールっていうのは分かってるんですよ。いや本当に難しかった。これちゃんと聞こえる、みんな僕のこのカチャカチャ音が、ほらほらほら、あ、やべ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 、やべやべ。遊んでたらゴールできんところだった。はい、それじゃあ技術向上のためにたまにはこういうコースも混ぜていこうかな。どうもありがとうございました。はい、それじゃあツルコースは一発マリオ、一発マリオ大砲移転ということで、説明文にパンをドッスンの上に置いて、ドッスンの上にある大砲を徐々にずらして落としようって感じ。分かんだことは気にしないで、なかなか見ない一発マリオだよな。あのドッスンにパラシュートが入ってたら結構簡単そうなんだけどな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.49%。 これね、見た瞬間思ったわ、絶対面白いやつやんって。ワクワクとドキドキと胸ブレが止まんないね。めちゃめちゃ楽しみにしてたよ。それのさあ、このパワーブロックを持って、一旦このドッスン、あ、パラシュート入ってないんだな。でもう一回パワーブロックを回収するみたいな。もう無理じゃねえか。ドッスン止まれって、もうちょっとそろって。いやこれはなかなか難しいんじゃない。パラシュートが入っちゃったら楽なんやろうけど、これマリンとさ、ドッスンが走る速度一緒じゃん。だからパワーブロックを回収するためにちょっとずつ減速していくみたいな。止まれ、これ僕ジャンプできないじゃんか。一緒やじゃん。どうすりゃいいんだ、減速し続けたらさ、ドッスンにいつか追いつかれるからさ。あ、パワーブロック
の上に乗ればいいんじゃない。これでいいのか。はい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 、多分これでいつかは乗せ、やったー、邪魔すんだー。でももう分かったよ、一旦このパワーブロックの上に乗る、そして降りる、でまた持って落とす、これで繰り返していいだけなのか。いやなんか難しく考えすぎてたな。いやまだあと1回ぐらい落ちんかー。ちょっと実況やめるわ、何回で落とすかだけ先に見さして。1、2、3、4、5、6。あ、6回でいいのね。あ、っていうかこれクリアできたんじゃない。モレジナで作んじゃねえぞ、イセイシ。いや、これね、作ってる方ワルビさんって言うんだけど、本当に楽しい一発マリオを作ってくれるのよ。今日も素晴らしいコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。